私毎年楽しみにしてるのがいちご狩り、必ず行くんですよね。ここ白山市にありましたよ、いちご狩りの施設が。ここにしましょう、いちご狩り楽しみ。白山市にやってきました。山もだいぶ近くなってきましたよ。緑豊かですね、この辺り。ででん、いちご、石でできてるいちごのオブジェがお出迎えしてくれてますよ。やってきました、いちごファーム白山さんです。もうすでにいい香りが漂ってますよ。甘い香りがします。その香りに誘われて店内に入っていきます。あ、右側にこんなスペースもあるんですね。ストロベリーファーム白山と書いてある。名札もいただき、カップもいただきました。中に行きたいと思います。うわすごい、いちごの株の数。中に入るといちごの甘い香りがより一層濃くなりますね。いい香り。なんか5種類あるみたいで、四つ星、秋姫、恋みのり、紅ほっぺ、香りのだ、5つも食べ比べできるんですよ。何から行こうかな。この辺り行きますか。見てすごい、いちごの数ずらーっと並んでますよ。あ、取れた、香りのゲットです。いただきます。うん、あんま、うわ美味しい。めちゃくちゃジューシーです。ジュワーっと果汁が出てきました。美味しい。次は紅ほっぺです。ここも真っ赤ないちごがずらっと並んでますよ。紅ほっぺ真っ赤か、ちょっと赤黒いと言っても過言じゃないぐらい赤みが強いいちごですね。ヘタのギリギリまで真っ赤っかですよ。よいしょ、あ、取れました。でっか、見事。うん、うん、うん、香りのより酸味がある、爽やかな感じがします。あ、私こっちが好きかも。これじゃない、あ、ここあったあった、すごい、ハート型ですよ。うん、アイスと合う。まあもちろんそれ合うんだろうけど、いや、いちごと一緒にジェラート食べるなんてなんて贅沢な。映えるし美味しいし最高です。